けかみたいな感じだけど、これも言っちゃっていいですか。じゃあ愛坂大河のダンカンバカ野郎、なんもない感じと、ね、りょうが、つよぴー、おはよう、あれって、俺一人なことにみんなあれみたいな感じになってるの。りょうがとたいが、ダブル、あーじゃー、ひえぴたくんって来るっていうね。おはよう、カズヤはーって、カズヤ来るんすか。だ、もしかしたら来るかもみたいな感じ。おはよう。ねえ、今日もね、いろんな人見てくれて本当にありがたい。ねえ、ガンガン行こう今日も。りょうがだ。おはよう、本当にもうね、いい人ばっかで嬉しいよ本当に。おはよん。牛のねえ貯金溜まってない、まだもうちょっと。牛貯金もうちょっとね、協力してほしいなみたいなとこはあるよ本当に。乾杯します。あともうちょっとやね、もうちょっとだから協力してよ。一回ね、乾杯しようかな。じゃあ見てくれてる人たちもね、一緒に乾杯。みんなよいしょ、乾杯。うま、なんか今日白いのや、うま。白いの美味しいですか。白いのうまい。これチョイスなんです。カルピスみたい、うまい。ねこれ、KP 乾杯、乾杯ってことです。あー、なるほどね、乾杯ってこと。おれー、よいしょ。俺来たおはよう。俺ってみんなめっちゃ連呼するの。いい人、おはよう。いい人ばっか、ほんとに。おはよう。よ、久しぶり。もう2週間ぶり。そうなんだから。お、もうおはよう。りょうがどうなん。うわー、最近っすか。シャツベイしてるやん。シャツベイやんね。シャツベイしてるやんね。シャツベイやん。なんか、うん、ポッケの意味あるんすか。ポッケ、なんか、うん、前これこのシャツを着てきた時に、うん、なんかお客さんに言われたんすけど、うん、なんか普通のテンションで言われたんすけど、うん、これあの洗濯終わった後にポッケ出してるだけじゃないの。そう、うちのお母さんもあの毎日小学校の時になんかだあのなんかホースや、そう、洗濯して干した時になんかシャツベイしたもんね。あのズボンのね、そう、ズボンのポッケがね、そう、よくあるやつ。パンツじゃなくてシャツベイしてるやん。な、お前何やねんお前。いやこれシャツベイじゃないっすよ、全然。もうシャツベイじゃないっすよ。死闘が効いてきた。効いてきた、ここのあれが効いてきた。効いてきた。おはよう。酔ってないよ。おはよう。まあね、こんな感じで始めましたけど。そう、何これ。ほろよい。ほろよい、なんか美味しいやつ。おい、あ
甘いよ。で、第4回ということで、みんなで、もう一回、乾杯。乾杯。おでーす、おでーす。おはよう。最後、元気そうで何を言うの？母じゃねえわ。うん。うまい。うまい。うまい。大丈夫だよ。うまいね。会いたい。タイガハゲじゃねえわ、殺すぞ。タイガハゲじゃないよ。おはよう。ピンク似合ってる。なんかね、あの最近ちょっとこうさ、お客さんが、はい、なんかでもそのタイガちょっとなんつうのこう飲んだ後に、はい、バッティングセンター行こうよみたいに言ったの。でもかっこよつけないやん、そこは。まあやっぱつけたい。そう、もうそれはもうもっと、それはもう全国選抜の男を見せようと思って。もうバッとガンガン振るやん、全然当たんないの。全然当たって結果血まめできて思ったんだけど、これ見える？血まめ見える？ここ血まめって思ったんだけど全然当たんなくて、全然当たんないよな。かっこいいとこも見せれない、で血まめできて、ただ痛い人みたいな。血まめには軍手つけるとかやってないですよね。そう、軍手は全然うんこやった。もうタイガハゲろじゃねえわ、恥ずかしいじゃん。リアル話だったんじゃないよ。リップみんなハゲなん。あ、おはよう。あ、タイが取り乱してる。あ、カラフルのシャツの子の名前は、あ、これなんかパステルカラーの、なんか可愛い、淡い色の、なんかあれじゃん、小学校の時にこう、なんか筆でこうやっていっぱい区分されたバケツで色をこうやってやった時にできる色みたいなやつやね。りょうが。あ、りょうが。そう、あ、りょうがね。りょうが。でもさ、お前パレットのやつ、パレットのやつ、そうそう、パレットのやつね。そうそうそう、最後ちょっと合わせたり色するよね。合わせたり。そう、最後色々。ちなみに、ちなみに美容室の黒ってあるじゃん、あれって黒って色存在しないから、すごい色合わせてんのよ、ブラウンベースの。そう、だからあれ黒に見えんのよ。ハゲ取りやないかい。ハゲ取りやないかい。第2弾。手振ってやで、手振ってやで、手振って。おはよう。じゃあ俺がハゲてるっていうことを言ってしまったら、もうカズヤさんの電話がなくなっちゃうんで。あ、そうか、おっさんが死んじゃうから。そうだ、だから僕はハゲって言えないんですよ。あ、なるほどね。ちょっと薄いぐらい、ハゲが変わった。デコ広いし、デコ広い人ぐらいのね。デコ、デコ、デコ強しよ。デコ強し、デコ強しよね。どっかで聞いたことある。デコ強し、でっこつーよし、でっこつーよし。もうコールが適当みたいな。コール適当みたいな、最低やん。どう思った？いつまでハゲてるんだよ。どう思った？あ、でもこういうなんかちょっと最近さ、そう、風邪ひいちゃって、そういう時なんかネギとか食べればいいんだよ。りょうがもネギ食えばいい。あー、風邪ひいてる時に。でもネギ食えばいいよ。俺ネギ嫌いなんすよ。あー、そう。ネギ嫌いなん。あ、そうなん。ネギ嫌いなんすよ。え、じゃああれは、ネギマとか。ネギですやん、嫌いですよ。ああ、そっかそっか、そっか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 。え、じゃあ、あれ、玉ねぎとかのあれとかはどう？それもネギですよ。ああ、そっかそっか、そっか。え、もうネギ、ネギつくのがダメなの。ネギ。え、じゃあネギしは？で、牛タンですよ。ああ、そっかそっか、好きですよ。牛タンは好き。あ、そっかそっか、牛タンは好きですよ。あ、そうなんだ。へー。みたいな。みたいな。なにこれ。あ、これ結構マニアックっすよ。あ、そうなんだ。強しは冷えピタ2枚貼れるって、これ知ってるってことは結構マニアックっすよ。あ、そうかそうか、結構マニアックなことっすよ。2枚はいけるよね。3枚いけないけど、2枚はいけるかなぐらいね。あ、でもさ、大人用2枚いきますからね。子供用じゃなくて、子供用だったら3枚いけるかいけないかぐらいなんで、うん、まあ、2枚半ぐらいが一番正しいかなって。そう、ネギだと量はネギ全部よけるもんね。ネギ全部よけますね。うん、そう。なんなら、うん、あれ回転寿司とかなんか、まあ、回転寿司は分かんないけど行くじゃないですか、うんうん、じゃあネギトロが食べたいんですよ、俺は。ネギトロ好きやから、うん、ネギトロ好きやけど、ネギトロ食べたいから、まあ普通にネギトロくださいって言うけど、うん、ネギ抜きでっていうみたいな。ああ、もうで、めっちゃ変な顔される。ああ、まあだあるよあるよ。え、じゃあさ、もう違う野菜とかいっぱいあるからさ、もう大根とか食べればいい。大根も嫌いですよ。え、大根嫌いなの？大根嫌いです。ああ、そうなの？え、そうなの？ネギ農家に謝れって言う。ごめんごめん。ごめん。あ、じゃあなんか大根のとかで食べればいい。大根、もうおろしてもおろさなくても大根ですよ。ああ、そうなの、そうなの、そうなの。一緒。あ、そうなの。一緒っすから。え、じゃあさ、なんか漬物とかでさ、なんか大根、
だからつけてもつけなくても大丈夫。ああ、そうなんだ。それもう嫌い。子供かって。じゃあ、あの演技下手な役者さん、大根役者？これ滑ってる。何？これじゃあ今は本当に。どうっけな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うまい。強しは2枚で、和也は4枚払えるだろうって。あ、冷えピタの話。ああ。冷えピタね。冷えピタ。でもそんなにハゲてないから、全然。全然。うん。うん。一回めくってみる。めくるって何？なんか。めくるっていうか、めくるっていう、もう段階でもうめっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってますやん。もうこう見えてますから。めっちゃ笑ってるやん。なんそんななんの？めくるって。いや、わかんないから、だってまあ、めっこかよ、お前そんなやいや、まあ、めくるとかそんなもんめくるってハゲてるわけないやハゲてるわけないけどハゲてるわけないやお前めくってみるないわ、そんなめくってみるまあ、わかんないからねハゲてるわけないじゃん、お前ハゲてるわけないけどハゲてますやんハゲてるまあ、こんな感じでねみたいなねこの感じでやってるので、本当におはようおはようございます。おはよう。おはよう。そうだよ。ツイキャスやるよ。ツイキャス？あ、ツイキャスすごいみんなやってるね今ね。そう。めっちゃやってるもんね。やってる。やってるから、りょうたの地元ではツイキャスとかないんだよね。なんかあの、鳩を飛ばしてるのよ。なんか。鳩キャス。うん。鳩飛ばして。マギーさんやないですかもう。マギーさんやないですか。別にマギーさん。いやマギーさん。マギーさん。それはもうマギーさん。あ、そうなんだ。ハト出すのはもう大体マギーさんから。あ、そうなん、そうなん。あ、そっかそっか。あれ、いい音したって言われた。まあ、そんな感じですよ。こんな感じでね。みたいなね。やってきますけどね。おはよう、君ら。君らはこの時間に、そう、2週間、1週間ぶり、2週間ぶりぐらい。2週間ぶりぐらい。そうだよ。あ、そうだよ。俺シャツかわいい。意外にシャツかわいいってめっちゃあるよ。あ、ありがとう。シャツベイやないかお前。シャツベイしとるやん。センスある人が多い。シャツベイしとるよ。シャツベイって何ってか。これのこと？これのことじゃない。シャツベイ。なんかこれのなんかお前力士かよ。これのそれ見えてないっすよね。アップじゃない。アップじゃないと。かわいい。そう。顔も書いてあるねここに。センスある人多いわ。シャツベイ。多分アップじゃないとあの顔が見えてないじゃん。そう、かわいいよね。あ、そうだ、アップでちょうだい。なんか透けてる。なんかめっちゃ透けてる。もうシャツベイ。シャツベイ。ほら、かわいい。ほら。ほら、ベロベロしてる。これ、でも、うん、直すこともできるんだよ。あ、しまうんだ。よし、シャツやん。2パターン。シャツやん、それ。1回で2度おいしいみたいな。これシャツじゃん。でもシャツやん、これ。これはね。これシャツ。これシャツやけど。シャツやん、これ。なんだな、シャツだったんじゃん。なんだよ。シャツじゃん。シャツベイやないかい。シャツベイやないかい。シャツベイやないかい。ベイしてますよ、もう。シャツベイって何?NG コメント交換にも2つ来るという、このさすがの。りょうベイじゃねえわ。りょうベイじゃ、あらじゃねえわ。LINE してよ、LINE みんな。あ、そう、LINE とかしてよ。あ、これちょっと出てる画面は違うけど、りょうがの可愛いところは、あの、りょうがってさ、スペルがさ、RYOGA じゃない。そうですね。だけど、りょうがちょっと素で間違えちゃって、りゅうがになっちゃってるって。 LINE ID がね。そう、一番可愛い、そこがめっちゃ可愛い。りゅうがって、お前誰も分からんわ、お前そんなもん。だから、これ、うん、一番何が恥ずかしいかって言ったら、初回で送りもらった時にちょっと交換しようよっていう時に、ああ、なるほどね。 ID 打ってよって言われた時に龍がって龍がって打たないといけない。龍がってなるから、これは恥ずかしいよね。そう、これ龍一番恥ずかしいっていう。これも恥ずかしいから4123何は誕生日です。12月。お前41月なの。いや、41月だよ。4、まあ、41月ってことになってるやん。じゃあ、これは平成4年。お前、そう、お前どこで生まれたん？あ、そっかそっか。あ、そっか、日本ではあの周期というかが、12月まで、月が12までやから、うん、そうなんだよ。ああ、そうそう、あのほら、カレンダーとかもすごい綺麗になってる。12月、そうそう、なるから1月12月ですよね。あ、両側のところは40何月まで43月まであるんですけど。ヌンチャクの真似。あ、CM だね。CM1 回。おい、 CM だよ。行く？
上京して1ヶ月、ホスト未経験入店1ヶ月目の俺がナンバーワン、金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストマリル。携帯、スーツ、住居、全て完備。 BS グループ。ちょ、行っちゃってもらって、行っちゃってもらって、そうだよ。あ、初めて見てくれる人もいるから、え、どんな番組かっていうと、うん、特に何もなく終わってくっていう、ただただ何もなく終わるっていうっていう、ね、そう、山なし、落ちなしぐらいの、おっと意味なしの、おっと、いや、え、な、え、おっとじゃねえよ、別にないよは、なん、え、な、そういうあれじゃねえよ、な、なんやねん、え、おはよう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 、ほんと、あ、おはようございます、なんかおはようございます、そうね、ほらもうほらほら職人さんがもうアスキアといらんわ、アスキアと亮が上海より、あ、亮がそう、亮がの地元では豊作祭りがあるから、豊作祭り、うん、あのほら二十歳を過ぎたわけよ、あ、せい、あの成人の日があって、成人式みたいな、うん、が終わって、でほらもうこういう髪の毛とかもさ今染めてるわけじゃん、はい、これ何で染めるかっていうとお米を発酵させたあったあ、いたじゃねえ、お前そっち持ってくだろなんだお前、なんだお前、りょうがでもな、な、何、何食うのいつも、いつもか、うん、大体、うん、白ご飯とか、あ、白ご飯とか食うの、白ご飯とか、でも、でもさ、ネギとかさ、大根嫌いじゃんネギとか大根は嫌い、え、でもさ、野菜いっぱいあるからさ、はい、ピーマンとかあるじゃん、ピーマンもちょっと嫌いっす、ね、あ、ピーマン嫌いなん、はい、あ、そうなん、はい、どんだけ嫌いなもん多いっすか、え、じゃあさ、あれはあのチンジャオロースは、チンジャオロースはお肉だけちょっと、あ、あ、そうなん、あ、そうなん、え、じゃああれはほら、ピーマン肉詰めあるよ、あれは肉あるから、まあ、肉あれは肉詰めればいいってもんじゃないっすか、ね、あ、そうなん、そうなん、そうなんす、あ、そうなん、周りがピーマンやから、あ、そうなん、そうなん、そう、あ、そう、え、じゃあ、もじゃあもうパーマンパーマンはさ、もうアニメですよ、あ、そうそうそう、アニメですよ、あ、そうかそうか、パーマンは、あ、いいんだ、あ、そうパーマンは大丈夫、あ、そうかそうか、でもなんかこいつ超偏食だからすごい漬物とか食えないもんね、そんなにっすか、そう、うん、でも漬物は大学も、あ、俺も嫌い、食べれない、そう、梅とかも嫌いだから、でも量が漬物なくせになんか梅は食えんだよね、そうなんすよ、梅、梅何言われたんだよ、グイ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 飲むけどグイ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 飲めるけど、もうやってくれたな、お前うめぇ、もううめうめ、もうはえはえみたいな、なんかそういうやめて、そういうのなんか一番こう、愛な感じやめてくんない、やっつい感じになってるよ、これなにこれな、な、どういうつもりでそれを言おうと思ったの、いつまでお前舌出したんだ、お前いや、舌出してない、いや、舌出してます、こっちだけですよ、 あ、そうか、そうか、そうか、舌だけ、あ、こっちだけ舌出してんの、ペロペロやんだなんか、こう俺らのことやんだ福神漬けは許せんとかって、私、タイが嫌いってめっちゃ嫌いてるわどんだけ嫌いなんだろう、でも、にっこりマークやからまた大丈夫ですよ、ギリ、うん、そうだから米、あ、そう、米本当にどうもありがとう、いつも今日は千井くん、本当頑張るから、よろしく、ありがたい、そう、いや、どっちが本当口なの、あ、でも色ついてるやん、まあ、赤い色だから、でもこいつは全然喋んないからこれが本当の口なし、よいしょ、グイ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 飲むけどグイ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 、うまい、なんか美味しい、なんかうまい、あ、誕生日いる、あ、じゃあ今日誕生日の人に本当おめでとう、あ、誕生日の人がってことで、ってことで、バセーバセーバババババセーバセーバセーいつかはバセーバセーバセーそのうちバセーバセーバセーみたいな感じ、みたいな、みたいな感じね、おめでとう、おめでとう、おはよう。
はデコハゲ取らんの？あ、デコハゲてないよ俺。だけどデコはハゲてないもん、ね、デコはハゲてないよ俺まださすがに。デコハゲてるっておかしいですけど。そうだよ日本語がそうなんだからもうなるから全然ハゲてない。てかさ後ろのさロゴかっこよくない？これ全然緑だったけどなんかかっこいいよねこっちはね、こっちは緑だけどめっちゃかっこいい。だよねすごいセンスのセンスとぶつかり合いやから。どういうことですか？前出なきゃほらこうブワーってほらもうなんかわかんないけど何やってんのお前え、どこれ、これ誰やねんこれ。えグイ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 のっけのグイ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 うまい。これもうまい。うまい。どのぐらいうまい？どのぐらいうまいですか？どのぐらい？めっちゃこんぐらいはうまい。こんぐらいうまい。なんか出てきた。4人目出てきた。あ、カネさん遅かったっすね今日。ちょ、おっさんちょっと今日来んの遅かったから。遅かった。なんかいつも。でももうハゲてるやん。いや、俺はハゲてないよ。体型がそっくり、体型がそっくり。髪とかなんかおっさん、おっさん寝てる時こんな感じやから。そう、体型がめっちゃ似てるっていう。そう、なんかこうやって寝てるから、あれおっさん大丈夫みたいな。なんかちょっとあれあのなんか酔いすぎたんじゃないの？いや大丈夫だよっつって。だいぶ大脚ですね。そう、だいたいこうお腹出てるからこの。お腹は出てるから大丈夫、こんな感じだから。おはよう。誰が見る？あ結構あ見てくれ。あそう、春さんとかは来週だよかな。あ来週ぐらいに。頭がしゃくれてる。あが、なんか言った今、が言ったこれ今。なんか喋ったんだ。まあまあおっさんっぽい。りょうがこれ真似できるから、真似できるから行くよ。が。は？避けんな。なんで避けたお前。じゃあ強しできるから。来ると思う。どういう教育したらこうなんだよお前。どういう教育したらこう。じゃあ俺は。これはおかしいの。いやこれはね本当。でも、うん、やっぱっ我らが。まあ、代表はやっぱ違うっすよね、うん、そうそう代表はすごいからね、そうそうやっぱりできるから。僕押します、僕押す、押す、うんうん、できるからやっぱ、うん、いきますよ、いきますよ。がー大学くん。大学くん、グイ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 飲めるけど、グイ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 飲めるけど、まあ、うん、うまい。なんかこの味カルピカルピスみたいカルピスの味する。カルピスモノマネ好き。ちょうどここ好きます。名探偵コナンよりモーリー小五郎さんさにーにーえじじあんたまあ、さすがさすが微妙じゃねえよ今の。本当に微妙じゃないだろおはよう。でもいろいろあるからいろいろえじゃねえ、えじゃねえわ。あまあいろいろあるしね。すごいなんかやっちゃおうか。じゃあもうそう、じゃあ何でもできるから、何でもできるから、何でもいいよ。次で行こう。何でもいいよ、何でもやるよ。全然はいいよ、何でもいいよ、何でもいいよ。ちょうどちょうどいい。目玉の親父さんさんにーにーいちいちおい、来たろ。めっちゃ似てます。お前殺すぞ、お前。お前ぶっ殺すぞ、お前。お前グーだぞ。次グーだぞ、お前。シャツ、もうシャツベイのあれやめろ、お前。苦いに、ほら、ね、似てるやんね。ありがとう。似てるやんね。ありがとう。ほら、もう。やっぱり、ほら。ありがとうだよ。あ、シミハタさんってこと？シミハタ似てるの？3、3、2、2、1、1。たびたび、すみません。いやいやいや、しみはたさん、あなたに会うのが楽しみになってきましたよ。一人二役。お時間は、ちょっとこれやめようかな。しみはたさんじゃねえわ。あかん、やめろ。あか、あかん、あかんじゃないわ。きたろうまで。さんさん。にえね。いでね。父さん。の。これ、これ、なんすかこれ。地味じゃねえ、やめろよ。やめろよ。両家の話。地味。三三。地味。二二一一。大学君、今日はちょっと暇だからちょっとあのホワイトボードでちょっとなんかあの丸バツゲームやりましょう。四マス丸バツやりましょう。
みたいな。あ、まあいろいろあるから。そう。いろいろね。おはよう。なんかこんだけやったのに、りょうがさんのモノマネが一番好きって言うんですよ。そう、りょうがさ、なんか超なんか暇な時とか、なんか俺を誘って、なんかあの遊び出すのよ、バックで。大河くん、大河くん、じゃあ今からトランプでこれ一番最初にめくったやつで多い方が飲みましょうって言ってくるから、お前ほんと怖い。何がシャツベやねんお前。シャツベ関係ないっす。あ、そっか、そっか、すぐ言うから。シャツベは関係ない。シャツベ関係ない。でもめっちゃね、あ、トドクル、トドクルに出てくるおばあちゃんまで3、3、2、1、めいちゃん。よいしょ。どういう意味やねん。これもう、あ、じゃあ、わかりました、わかりました。あの、かの有名なアラジン、アラジン、アラジンのあの、絨毯とジーニーがあの、チェスの勝負したわけよ。はいはいはい。その時にジーニーがあの、絨毯ごときに負けちゃうわけ、チェスで。その時のとこで、3、3、2、2、1、1、おい、俺の負けかよ、絨毯に負けるなんて冗談じゃないよ。あ、これ絨毯と冗談もうやめて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 、おる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 、負けてる。1分前だから、1分前だから、1分前やから。おはよう、おはよう。あ、もうね、ほんといろいろおはよう、おはよう、いろいろ説明しちゃったよじゃね、説明しちゃったよじゃね。髪型やばいね、今日ね。そうね、いろいろいろおはよう、おはよう。なので、まぁ、あ、こんな感じのお店なので、そう、来てもらってすごい楽しいから。どうなの、絶対楽しいよ。うん、どこの店は、どこなの店、どこ店は、うん、場所は、うん、契約書通りの、はいよ、メトロプラザ1の地下1階のクラブリップのなんすか。うん、まあ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 、ほんとね、そこだよ。そう、うん、楽しいところ、楽しいお店なんで、楽しいところ。そう、陣のないよ、でも。そう、なんか、ありがとうありがとうシャツベイ、シャツベイ、シャツベイ、シャツベイありがとう、ほんとに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Heyo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night True、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。